皆さんは最近ものすごく刺激を受けた記事はありませんか？自分は学年で一番下の成績だった女の子が1年間必死に勉強して慶応大学に合格した話です。その子の最初の学力は東西南北がわからないとか掛け算もあまりわからないくらいの学力でした。なぜそんな子が慶応に合格できたのと思うと思います。それは友達や先生に慶応なんて絶対に無理だと言われても私は諦めない、慶応を目指して合格するという目標に向かう強い心と思い、あと苦しいことをやりきる実行力でした。その結果その子は慶応に合格することができたのです。自分もこの記事を読んで3つの決意を新たにしました。1つ目がウェブデザイナーになるという目標、2つ目が絶対に諦めない心、3つ目が苦しくても努力を重ねること。皆さんも目標を持って諦めないでやりきりましょう。